この辺かな。あ、高文、俺は見てるだけだ。自分で解決するんだ。分かってる。精霊の加護を少しだけ受けていこうか。これで俺が使える魔法は全部使えるはずだ。1時間くらいは。仮に相手の男がまともな人間だったらどうするんだ。俺が口を出すことじゃないよ。渦なら消す。あ、記憶とかで。去年は温泉行ったじゃん。誰スマホ忘れてただろ。何？千秋君。は？高文だよ。覚えてない？高文兄ちゃん。おい、すみねえと大学に YouTube 撮りに来たの。おじさん。この人前に言ってた YouTuber の知り合い。おじさんのおじさんです。知らない。そのゲーム他の YouTuber もプレイはしてますか？君、遠くからで分かんなかったから。藤宮の彼氏なのかな。じゃあ私の彼氏に喧嘩を売ろうとしてたわけ？じゃあもしあいつが本当にヤバい男だったらどうしてたんだよ。まあその辺は光の精霊を校舎迷彩。体が透けて。軌道転身はもうかかってる。本当に検索したら出てくるから。こんな感じでおじさんに魔法ちょっと借りたから喧嘩とかはなんとかなるかなって。なんかさ、小学校の時もこんなのあったよな。突き飛ばされてはないよ。え、そうだっけ。でも